こんばんは、みーちゃんです。今日はニラを使ってふわふわなニラ玉を作っていきたいと思います。で、卵を4個割っていきます。で、卵を4個割ったら、ここにマヨネーズを大さじ1入れます。これがふわふわになるんで、マヨネーズを入れてください。で、ウスターソースも大さじ1、だいたいで、鶏ガラスープの素、これは小さじ1ぐらい、少し入れます。そしたら混ぜていきます。よく混ぜなくても、もう軽く混ぜればいいので。で、火をつけます。中火ぐらいで、中火ですね。で、ニラを切っていきます。もうニラ一束使います。3、4センチの長さで切っていきます。そしたらもうニラを焼いていきます。軽く炒める感じで、さっきのこの卵の中に入れていきます。ちょっと油多めに入れます。ちょっと油多めの方がちょっとふわってなるので、で、これでまた中火で温めます。で、軽く混ぜ合わせます。こっちの方がね、均等にニラと卵が絡み合って美味しい感じになるので、じゃあ入れていきます。今回ちょっとゴムベラ使ったんですけど、そっちの方がこうふわっと、とろっとなるので、そっちがおすすめです。もうこれぐらいになったら火を止めて盛り付けていきます。したらふわとろのニラ玉の完成です。美味しそう。一口いただきます。結構ふわふわな、とろとろな感じで、うん、美味しい。これはご飯にも、お酒のお供にも合うので、ぜひ作ってみてください。今日も見てくれてありがとう。また明日も見てね。じゃあ、バイバイ。